シティオブ・ソルズベリーは、オーストラリア連邦南オーストラリア州アデレード、大都市圏北園に位置する地方公共団体。2009年現在の推計人口は13万22人、面積は158平方キロメートル。市議会は、ソルズベリー中心業務地区に置かれている。地理的には、アデレードの郊外にあたる。二千十二年現在、市議会は、 水管理と水の再利用に関して先進的な取り組みを行っている。シティオブソルズベリーは地中海性気候であり一年を通して温和な気候である。地形はほぼ平坦であるが、東部に海岸方向に傾斜した高台が存在する。市内の教育機関は小学校が25校、中等学校が10校、高等学校が4校、そして南オーストラリア大学となっている。 開拓が始まった頃は、穀物と牧羊を主とする農村であったが、次第に果樹園や市場が形成され、自動車産業を中心とする工業化も進展した。1848年に市政を施行した。1987年には、日本の通商産業省の提案により、市の郊外部に、 マルチファイクションポリスと呼ばれる食住一体の未来都市を建設する事業が開始された。ありがとうございます。